マウントを取るようだったら、別々で話した方がいい。じゃあ、ちゃちゃん、ちゃちゃんには迷惑だよね。そうですよね。まあ、鈴ちゃんにはいいかもしれんけど、この子にはめちゃんこ迷惑だと思います。だから逃げちゃうんだよね、そういうことされるから。でももう、こういうお葬式そういうものは、ね、匂いとかは ね、逃げてないはずなんだけど、でもやっぱり対象物として思っちゃうかな。ですかね。ずっと増蔵くんはちゃちゃちゃんのゲージの周りにずっといるんで、最近、ね、あ、そうなの。狙ってるわけ。狙ってるんですよね。この子もつけてきますね。はい、お願いします。この子も爪お願いしていいですか。いいですよ。この子の方が暴れるんですよね。すごい。いいかな、この子も爪切り。じゃあ目隠しだけしとってもらっていいですか。でも多分もし動くようならまた目隠しをお願いするかもしれません。よいしょ。あ、落ちてたな。この子の直近もね。されるがままというか、病院慣れしてるというか。確かに、ね、そうですね、病院での方がおとなしいですね。あ、すずちゃんね、病院ね、まあだから一緒にするのは見てられる時だけにしといた方がいいかもしれないよね。いない時に一緒にしちゃうと、そうですね、うん、また追っかけてあんまりすごくすると喧嘩になっちゃうかもしれないからさ。結構ひどくやるんだよね、喧嘩になっちゃうとウサギどうしても。ちっちゃいおでこ、ちっちゃいおでこ、あ、そんなに切ってなかったつもりだけど、どうしちゃいかんのだよね。そうか、つま切りはね、寄せてないんだ。お利口さん、お利口さん、ちょっとじゃあお利口さん、あら頑張った。やる。ああ。お金もらえるって。
すごいね、2人とも好きなんですよ、これ。食い意地がすごい張ってるんで。1.5 ぐらい今あげた。この子はそう、それぐらいやってもいいですね。まあ 1.2 だから 1.5 はやることないけど、1.2 ぐらいを2回ほどやっていただけるとですね、こういう状態は。まああの何だっけな、元気にしてくれてればそれでまた1ヶ月ぐらいで、はい、予防に来てください。わかりました。はい、じゃあ OK ですね。ありがとうございます。はい、すいません。Thank you.